こんばんは。こんばんは。やっぽ、やっぽ。髪乾かしただけでモサモサやんな。こんばんは。充電器が取れない。お疲れ。おっちゅー。2日目おつありがとう。頑張ってきた。もう最後まで頑張ったよ本当に。展開いやまだ分からんのんやけど、おしゃおしゃいなー。スカのお疲れ様ありがとう。ちょっと前髪がひどすぎるからちょっとだけ。治ったら、うん、合ってるね。明日は手強いの。いやーねー、手強いというかそろそろ疲れてきた頃だよね、3日目って。いや頑張るよこの後も。だんだん疲れが、そこまで勉強頑張ってる。もうね、頑張ってる。特別申し込んだ。嬉しい。特別来てほしいな。え、絶対来た方がいいよっていう確信はある。とてつもなくあるので、皆さん待ってますよ。後悔しないように。本当にガリンさんからいろいろ話を聞いたりするんですけど、来た方がいいよ。言えませんが、アベマで見えました。 みんなも見てください。ぜひフラフープがちょっと久しぶりすぎて難しかった。どうせもしかやった。そうなの、どうしようかな。そうだよー。こんばんは。あの動きがする。確かに、そう。迷い中なので背中を押してください。なんてもう本当に私は紙弁になると思うので、ぜひっていう。そうだし、私もねまだ瀬戸利とか知らないんですけど、絶対いい瀬戸利、話聞いててすごいめっちゃいいっていう感じなので言えないけど来た方がいいにゃん。ちょっと宣伝があんま上手じゃないかも。いや楽しいと思います。ちょっとね香川だと遠い人もいるかもしれないけど、
ももちゃんファン、ももちゃんファンというかもうなんて言った STU ファンの方は絶対ももちゃんファンに限らず喜ぶと思います。 STU ファンというかその出演してるメンバーのファンの方とかはが推し、え違う、ん推し面とかがね出てたらよりね、そうですね、四国推しならもうぜひって感じです。もうまあね、もーちゃん高井くんやった、じゃあ生誕近そうだ、近そうだ、いやももかもね知らないんだよね本当にもうねいつか分かんないのそう、もういつですかってなってるけど、行くって言ってしまった、言ってしまったよ、覚えてるよ私フェストハル、私もねフェストハルさんをすごくね覚えてて、覚えててっていうか私いつも会場の名前をねフェストハルお越しの皆さんとかって言っててすごいいつもね何回もね練習してたのですごい前頑張って覚えたっていうか、絶対さ会場の名前を間違えちゃいかんと思って何回も確認するんですよ読み方とか。失礼になっちゃうからで、それでめっちゃね覚えた曲がある。昇格ツアーかな多分。今は噛んだね近くに美味しいうどん屋さん、そうなんだ、自分たちそのうどん屋さんとかに言ってってないからね。私も香川で名前さ忘れちゃったんですけど、すごく美味しくて2回ほど行ったことがあるんですよ、その大好きなうどん屋さんに。なんかすごい有名なところらしくて、で写真があるけどそれ見ただと思い出せるけど、すごくね美味しかった。うどん屋さんが来てくる、さあなんかね、なんかうどんのケータリングあるある、いつもなんか私が好きなところは本当に有名で色紙がいっぱい飾られてて、なんかねなんか町みたいな、アーケードの町みたいな、なんか高知でいう帯屋町みたいなところからちょっと歩いたところにあるやつですめちゃくちゃ美味しいんですよ、うどんめっちゃ楽しみ、僕うどん大好きじゃん。もも色紙書いたかも多分、なんかねお仕事帰りに連れてってもらったことがあって、その時に書いたことがあります。でその後は普通にそうあのまひなさんと一緒に夜ご飯食べに行った時に行ったよ、近かったっけ、たまたま。トクトク、いやトクトクも好きだけどやっぱり美味しいよ香川のうどん、私すごい弾力があるうどんが好きなので、なんて本当に香川のうどんが好きなのよ。だからうどん屋さんの OK ちょっと調べとくなんかな、待ってちょっと待って iPad があるからそれで調べよう、ちょっと待ってね、あ待って Wi-Fi 繋がってるかな、つながってなかったらこれは使えないんですよね。そうだよね、みんな待ってね。
Wi-Fi 繋がってない、ショック。繋いでこようかな、どうしようかな。普通にめっちゃズボン繋がってないよ。いつ行ったっけな、写真に残った、残ってないな、こっちには。本当に有名だと思うんだよね。また見とくね。生まれて31年が経ちました。誕生日におめでとう。こんばんは。ノメク、え、そうだよ、だってもう何もしてない。お風呂上がりにさ、あんま顔に塗りたくないな。おばみのお店の店言ってもね、通る時も全然ある。おばみかわかんないけど、また配信とかで食べちょくね。こんばんもたん、こんばんもたん。こんばんは。アイドルになりたかった理由？アイドルになりたかった理由は、環境もあるけど、姉ちゃんがやってたっていう環境で憧れもあるけど、あれかな、あの取り柄探しかな、まずなんかできることやってみようみたいな挑戦かな。オーディション受ける子にメッセージ、なんだろう。あ、そう、確かにね、もうちょっとで締め切りなんですよね、3期生のオーディションが。この配信を見てる方で受けようか迷ってる子がいるか分かんないんですけど、そうですね、まあいろいろね、自分にはできるかなみたいな思うと思うんですけど、ノリでなんとかなるんで、そんな怖がらずっていうことしか自分にはあれやけど、なんかなんとかなるよ。受けてみようかな、受けてみる。そっかそっか。フラフープしてあんなかっこ、そうだよ、あんなかっこよくなるんだよ。ノリ大事、そうだよ、大事だよ、あのフッカル大事なんで。私も全然なんかもう後先考えず受けたんで、考えすぎないことですね多分。意外と大事なんだよ。やっぱね、自分にはできんけみたいなあると思うので、ポジティブ思考、そう、ポジティブ思考、飛び込んで。そうですね、コーチ枠が 2,3 まあね、嬉しい気持ちもあるけど、あのその前はね違うんですけど、今はコーチ出身が一人で、えって思ってるとこもあるので、どっちもどっちです。嬉しい気持ちもあるし、土佐弁とかで話し合えるのはちょっと地元ネタが通じる人がいるのは嬉しいけど、それな、コーチの子入ったらね、コーチ出身で応援してくれてる方々がね押し増しするんですよ。
ねむこちゃん申し込んで。ねむこちゃんならもう押し増しいくらでもって感じ。まいまいちゃんどうかな。まいまいちゃん全然そうですね、めちゃくちゃ素質めちゃくちゃあると思うよ。でもなんか萌え台詞とか言ってる姿は思いつかないけど。徳島の子来てほしいね。私もそう思う。やっぱ四国ね、二期生いなかったからね、一人も。やっぱでも四国が増えるのはいいよね。中学校の同級生が、そうなんだね。まあワンチャンあるんですよね。なんかさ、そんな仲いい人がさ、仲いい人が入る確率はほぼないと思うけど、だってでもなんかあの人顔見たことあるぐらいの人が入ってくる可能性はなくはないよね。なんか別に喋ったことないけど見たことあるとか、学年が違うけど見たこと、すれ違ったことがあるみたいなとか、例えば昔インスタで見たことあるとか、なんか友達の友達とか、それぐらいだったら可能性はねゼロじゃないよね。全然まゆまゆは面接で濃いエピソード、うん、してると思うよ。印象残りそう。でも逆に関東とか全然違う。そうね、ゆきのオーディで、ゆきのオーディションで会った子ね、なんか本当にすごい仲良くしてもらった子たちがいっぱいいるので、そうですね、会いたいですね、また。自分は2期のオーディションで高知の子とは喋ったことないですね。席が遠かったので、自分が喋ったのは席が近い子たちだけかな。ちょっと自分が人見知りなのでね。ほぼとまいまいの言う、笑ってできん。ずっと笑ってそう、自分。自分も友達、友達の妹アイドルだし、意外と世界は狭い。そうなんだよね、同じ学校、あ、そうそうそう、同じ学校みたいな。え、そう、葵さんとマイケルさんと同じ学校だったの、知らなかった。今の2期生オーディションの時話した子いるいる。なんか私さ21番だったじゃないですか。で席が、席がですね、あ、ごめんなさいね、うるさくて今。なんかこう長い机があって、なんかね、これが1個の机だとしたら何個も机が、長い机があったんですけど、ここから1番2番3番4番5番6番7番8番とかって並んでて、こっちにね多分19、20、21、22みたいな感じで並んでたんですよ。だから目の前が結構最初の1、2、3、4、5、6、7、8ぐらいのね数字番号の方々が目の前だったんですけど、だからその子ら辺、その辺の子たちがすごい話しかけてくれて、順番的にね、そうそれで、そうさこちゃんもいたよ。だからそのさこちゃん6番とかかな。でもそうからももちゃんにサインをもらいたい、この列。いや、サインじゃなくてね、写真は結構撮ったかも。どんな顔してたんだろうね、あの時の私は。ちょっとみんなの元にどんな写真がいるかはわからないんですけど、さこちゃんとも話した、話した。
それなノリでもノリが映っとるこんばんは。でもすごいね、また会いたいなって思うんですけど、すごく可愛くて。その順番は分かんない、なんだろうね。広島で受け取る子たちが最初の番号で、自分はなんかね、広島がなんかね、まず書類審査が受かって、それで二次審査に私は広島県に行ったんですね確か。で本当はなんか香川でやってたっけ、愛媛だっけ、わかんない、どっちかでもやってて、本当はそっちに行こうと思ってたんですけど、桃花さんはちょっとその時学校行事があって行けなくて、広島、別の日に広島があったっけ、広島まで行ったんですよパパと。でパパと行って、で私が行った頃にはもうなんかオーディション終わった後っぽい子たちもいて、あ、一部だけ、一回で終わるんじゃなくて 3組に分かれてて、結構大人数で3組に分かれてて、そうで私は2部だったのかな、2部、その3部ぐらいある中の2部のメンバーの組で、そっから二次審査合格ってと、その当日言われるのかな。そうですね、高松で受けてないね。で多分その広島の一部で受かった人たちが1、2ってなるはず。私2部やったけ21万で、結構早、あれじゃない、早く、早めの番号だったからっていうのは、広島やったけ早く早い番号だったんですけど、なんか自分の2部のところは本当にね、今の2期生メンバーがめちゃくちゃ多くて、なんか8人ぐらい受かったんですよ2部で、2部の中のね、2部の中で8人ぐらい受かったんですよ。もーちゃんから見てこのメンバーは絶対受かるって思った子、もうでもなんかほんまに2部で、もうほんとにれいかちゃん、さらちゃん、あ、吉田さらちゃんの方なんですけど、さらちゃんとみりえちゃん、みほりん、もうみんないたんですよね今受かってるメンバーが。もしかしたらちょっと見逃してるかもしれん、他にも今の2期生メンバー一緒やった子もおるかもしれんけど、ちょっと緊張でね、もう勝ち張りすぎて、自分本当にめちゃくちゃ、そうたまたまねいたんですよ、結果受かった子たちがたくさん、だからもうそうすごい、私その 二次審査でそう連番してたんじゃないですか、私はちょっとん連番してたね、してすごい可愛い子がもう本当に2期生、今2期生というか、もうそのメンバーも全員可愛くてもうね、とてつもなくね、そのもちろん今の2期生メンバーもだし、受けてる子が可愛すぎて、私どうしようって思って、すごい田舎者だし、なんかすごい今以上に垢抜けてなくて、あ、どうしようもうみたいなそうなんですよ、れいかちゃんって神戸、待って、れいかちゃん違うっけ、間違えてたらごめんなさい、どんな服装、あれよ、あの2の顔出る、出たじゃないですか審査で、それの服かな、なんか白い可愛い系の服でした母チョイスでしたやっぱそうだよね、みりちゃん、みほりんさ、ピーチ、
レッカちゃん、そう、連番してて、知り合いが2時までいたって、あ、そうなんだ。でもすごい、もう本当に勝ち張ってて、私誰も知り合いおらんし、もうなんかみんなすごいおしゃれしてて、しかもなんかメイクとかも知らなかったんで、ほぼすっぴんみたいな、まあしたとしてもなんか粉のなんかファンデーションでもないぐらいの粉のなんか白い粉みたいなちょっと白くなるよみたいなやつとかしか、ドリップぐらいしか知らんくて、ベビーパウダー的な、そうそうそう、異性の子は出来上がってる子が多かった、うん、多かった、すごい垢抜けてる子が多くて、私のイメージ的に、自分は垢抜けてなかった、今以上、今もまだ全然なんですけど、異性の候補生レベル高いよね、私もすごい思う、本当に可愛かったんですよみんな、さなちゃん子役、うん、プロだみたいなすごいな、私より年下のにシャキシャキした喋り方でって思ってた、自分はもうなんかもうなんかさもう私さ、海の中で、海のところでもう逆光で撮ってさ、もうめっちゃ素人感半端ない動画しかのやつ投稿してましたよね、私もあれは見たくないしかも時間言うことなくなって時間待って海眺めてるし何言ったらいいか分かんなかったんだもん緊張してしかも完璧に覚えましたみたいななんかめちゃくちゃ文章覚えてますみたいな喋り方だった、もうめっちゃね車の中で唱えてた、あの文章、どちらこちらどちらこちら、ピンクのクマ あのオーディション動画のお気に入りっていうかはリコチで、リコチ番号の言い方が癖強くて好きです、いい思い出です、そうですね、なんかいいよ、青い雲と青い、うん、そう、青い空とピンクの雲とキラキラと光り輝く海とそう、でもね本当にね高知のね海はねどこにも勝てないレベルで大好き、海と空は本当にね、あのね高知のねあのね雲とね星はね、あのねもちろん綺麗なとこはいっぱいあると思うんですけど、私的にはナンバーワンなんですごい綺麗なんだよ、川も綺麗だよ、でも本当にね夕方のピンクの雲めっちゃ可愛くて、紫とかもの日もあるし、本当にねアニメのような感じなのよ、だからね未だに好きですね、やっぱもういろんな県に行くけどもそれだけは譲れないという、星よく見える、めっちゃ見える、めっちゃ見えて綺麗だった、
星を見に行くバス、行きたいな。なんかそういうのちょっとロマンチックでいいよね。しずり岬の星空めちゃくちゃ綺麗、綺麗だよね。福フェス当たったら高知にも入れて、ぜひぜひ寄って寄って。そう、天然のプラネタリウム、そう天然だよ。星がマジで綺麗だよ本当に。なんか心がね、心がめっちゃ、なんて言ったらなんて言うのね現れる、そうですね、浄化されるような感じ。でも的にはなんか現実世界じゃない感じに見えるから好きです。美味しいもんたくさん食べてくる、いいね、たこ焼き海とサーモン、うん綺麗だよ、二次元っぽいよ。1年だけ住んでたけど今も思い出す、いいとこだった、嬉しい。韓国から福祉行くために頑張って、嬉しい、会えたら嬉しいな みんな嬉しい、遠いのにありがとう。1年ぐらい前でね、そうね、高知行ったのはすごい、みんな来てくれて、もう遠い中、本当に四国の中でも一番遠いけね、嬉しかったよ、すごい。サンティセンに憧れてるメンバー、おもちゃんとか一人も、一人はいそう、いないでしょうももにね憧れたらダメよ憧れる要素そんなないもんそう、そういう子いたらおいしいね。ん？ももだけじゃないのかな？ウツボ食べにおいで。憧れる要素ないよ、いつもほえってしてるもんでも変えたくないんだよね、そういう自分を。なんかもちろん仕事中はシャキッてするけど、それ以外はホワホワしときたい。なんか深く何も考えない人にいたいずっとはーってホワホワーって、えへへへへーみたいなあのこのお天気だなーみたいな、の天気なんですけど、とてつもなく まああの普段との時と、あのまああの公演中の踊ってる姿とはちょっとギャップがあるとは思うので、ぜひそこを好きになっていただけたら嬉しいね。まあ MC に戻った瞬間普通に戻るんですけど、私MC になった瞬間またホワホワし始めるホワホワってか、なんかもうなんか何も考えてない感じの人になるんですけど、踊ってる時だけはちゃんとその歌に沿って考えてるので、ちゃんとあれです。魅力ですか、お姉ちゃん役してるの、え、わかんない、お姉ちゃん役とかなるのかな、すぐに、わかんない、どうなんだろうね。 MC 何も考えてない、いや
いやそんなそんなね考えてないとかじゃないよ、いっぱい発言しようって考えてるよ。でも喋り方とかは普段の私って感じ。関東でのボイゼリフは最高だった。いやですね、私結構関西弁は可愛いなってイメージがすごくあって、やっぱりアニメキャラにいるんですよ関西弁のキャラって。そういうのでねなんかノリノリで言ってしまいました。配信の時のね。そうだよ、スイッチがあるよ多分。ポチっていつもね押してるの、公演前に。なんか前は公演前に背中叩いてもらってたんだけど、最近は一回落ち着いてふーって深呼吸みたいになって、一回落ち着いて自分で押すの。いや正確には押してないんだけどね、ただまやるぞって感じで、まあ頭の中でスイッチを押してるようなものです。伝説のカーテンコールだけは言わないで。前前来た、前前もうか教育、今日まだ勉強してない。今からするにゃん。こんばんは。うるせえやつら私見ようかなと思ってる。面白そう。してないんか。疲れて寝ちゃってたの。テストね、もう教えてもらってる。もうね丸暗記で科学もなんとかなったんで、まあなんとかなるかなみたいな。でも意外とね科学ちゃんと理解したのか、本当にね理解したの結構意外でしょ。教えてもらってる、そうだよ、ちゃんとね化学式全部覚えて、体育は運が良ければって感じ。40ぐらいは取れてるんじゃないかな、分からんけど。地頭ひも、うん、よくないよ。体育ね選択問題なんだけどね、今日ね私が一番よく分かんなかったのはですね、ソフトボールのですねピッチャーキャッチャー以外にもね、なんか立ってる人いるじゃないですか。立ってる人いるじゃないですか、その守るみたいな感じで守備ですね、あの守備の名前を書け、全部それの名識があるらしくて、私全部守備って書いたんですよ、ピッチャーとキャッチャー以外でも。あの知らんと思って、ほんまになんかカタカナで全部あるらしくて、もう知らんよ守備じゃん全員と思って、私は全部守備って書きました。ピッチャーとキャッチャーは合ってると思います。ほらある意味正解でしょ。もうそんなん覚えんでもいいやんみたいな、私からしたらですよ。いやさ、そのね、その役割があるのは分かるけど、自分なんかなんて書いてたんだっけ、前なんか言ってたんですよ、今日言ってくれたよね、だってなんて書いて、全部ピッチャーとかって書いたんだっけ。いやほんまに
星にさあのねショールームさんの星はねたまにね全然ね悪いこと書いてなくても星になる場合があるのでね、そう謎のね、もちろんあの悪い言葉で星になる言葉もあるんだけど、謎の言葉がたまに星になるから、なんだっけ、なんて書いたって言ってたっけ、監督今日お誕生日おめでとう。一類二類とかじゃないのよ、なんか全部英語だったよ。めっちゃむずそうだった、答えみたいな。いやそりゃ覚えれんわと思った。でもバドミントンのラインみたいなやつは分かったけど、あとなんだっけな、何が分からんかったっけな。あ、テニスのルールがちょっと微妙だったけど、待って確認タイムしよう、確認タイム。ちょテストは見せれんけど、ちょっと私のまあ私はもうそんなことよりも今は何ですって、科学しろって話なんですけど、明日も。ああない、私テストどこ入れた、まあいいやこれだけ。自己採点はですね、全部はできません、さすがに。そうなんですよ、もう長いん、これね、何が出てきたの、そのそうソフトボールのもうあれだけは分からんって私も思ったよ。例えば何が分かるの、例えばちょっと待ってね、開くね、もうページがね多すぎてもうどこ、これは全部覚えれんよって感じなんですけど、あこれですね、あ普通にこれ一類、あなんか英語じゃなくてよかったんだ、普通になんか覚えれなかったな私は。ショートストップ、ファーストベースマン。うん、答えじゃないよ、もうこれは教科書です。一類って二類、二類ってって読む、そうそれ書くらしい、私には分かんなかった、難しい。 いや英語で読むと、あ種でいいのか、一類種でいいのか、ファーストベースマンらしい、なんかかっこいいね。あとテニスのルールがもう長かったよね、知らんって思ったもん。でもちょっとバドミントンに近かったから、あとあの本当に聞いてほしい、あのさ白猫テニスがちょっと役に立った。カタカナでもえ、ね、よかったよね両方どっちでも。いや本当にちょっとだけだよ、ちょっとだけ白猫テニス役に立ちました、あのありがとうゲーム。そう、まあゲームなんでねルールは簡単なんですけど、はい、あデュースとか何点差で、なんかその後は何点差でやるとか、うん、いうのはほんまに白猫テニスで分かった。バドミントンはね、まあ、やってたんでなんとなくと分かるし、あーでもあれが分かんなかった、なんかバスケのなんかが分かんなかったな。
なんかね、ルール どこが出たんだろうな。ラボールとかはね出てなかったですね。ラボールとかはさ、バドミントンも UK あれやけど、さすがにそれはあれかな、出てなかった。何が出てたんだろう。ルールってどこに書いてるの、そもそも。あ、これか。トスは一方がラケットを回し、回転しているうちに他方がスムースかラフを言い当てる。いやー全然わかんない。家庭科でしょ。いや家庭科のね範囲それは今知らないんで、後で調べる。書いてたはず、なんかに。なんかむずいね。さすがにわからんわって思う。読んでもわからんもん。説明的。でも本当にね、あれが難しい。バスケも難しかった私。三枚おろしね、出たらできるのにね、うん、もうね範囲が多すぎて丸暗記どころじゃなかったよね。まあ、普通にスポーツいっぱいやってたら得って感じ。でもスポーツやってない人はもう得じゃないです。しかも自分英語部だったんで全然全然得じゃない人。バスケ出てこないんだけど、あったこれですね。出てきたのはですね、確かですね、そんこれかな。これ出てたっけ。どこが出てたかもわかんないぐらい。ん、どこが出たんよ、知らんよ本当に。あ、こんなんや。ん、こんなんかな。いや違うな。英語有利になるから得そう。英語有利にならないよ。オセロしてたからね。ちょっとマシって言ったら、発音の仕方をちょっとね学んだぐらいですね。当番記号やったっけ、なんとか。そうなんよ、自分もね、なんかさ、だいたい書いとる言葉あるじゃん。だいたい同じような言葉書いてたら、あ、それかみたいな。あ、こういうね、例えばですね、確かこれ出たっけな。こういうの出たか知らねえ、もう出たかすら覚えてないんだけどな。出たかすら覚えてないらしい私。でもきっとなんとかなったと思うし、科学もなんとかなったと思うんだけどな。後半部分はめっちゃ書けたし、前半部分はちょっとあんま、まあ書けたっちゃ書けたかも。でも私実は寝てた。もうか寝てないのよ。テスト明日じゃない、明後日。本当はし明後日まであるの。でも公演あるけ、そう私は10日は受けれなくて、もう10日はやけもう追試確定かな。まあきっとね、きっと優しいから大丈夫だよって感じ、先生が。って信じてるだけなんですけど。
課題だ。いやどうなんだろうな。追試か課題か分かんない。課題じゃないかな。ちょっと教えてほしいか。まあね、逆に4日受けれてることが結構奇跡というか、土曜日道連れにする。絶対あれじゃん。まあまあでも1個も追試ないでしょ。絶対1個もないでしょ。クラスに何人私の仲間がいるだろうか。道連れって言ってるけどね、頭いいんですよ。だから全然ね、逆に私しかいない状況なんですよ多分。もうそもそも私古典の実験、古典が結構もうなんかやばいんだよね一番今のところ。そう、置いてかれるもん。そうなの、そうなの、そうなの。数学は毎回通信、通信、あ、そうなの。数学か苦手だったの。モカはもう苦手だよ。数学マジでできんで。自分でもさ、でもさ、モカ数学ないもん。一緒にできない。うん、数学なくなってる。え、じゃあさ、ないじゃん追試。もうないじゃん数学。ってことは道連れじゃなくて私一人か。数学ってさ、もうなんか一夜漬けとかのあれじゃできない。あんまりできるかもしれんけど、それの道連れじゃなくて置いてかれてる。体育がかなりやばいかも。体育か、私古典がやばい。古典やばい。やっとか言いながら体育もやばいかも。勘が当たってなかったらやばい。いや、あのピッチャーとからへんさ、もうめちゃくちゃ2点もあったからさ、1個ほんまにねすごいね。あそこがかけたらね、あれ数学一夜漬けしてたよ。いやね、むずいよね数学って。やばくないの科学。科学は多分大丈夫だと思う。科学と、うん、でも体育も多分大丈夫って信じようかなって感じ。あ、あれやばい、あれやばい、現代社会。古典やばすぎて、古典やりすぎて現代社会ほぼノーベンでいったんよ。だから多分現代社会がやばいですね。あは、明日の心配しないな。なんか私小耳に挟んだんですけど、家庭科は追試がめんどくさいみたいな話がなんかちょっと聞こえてきたんですけど、ちょっと大変みたいな。それは本当でしょうか。現代社会ね難しかった。前ねノーベンでね60点取ったよ自分。60点も取ってないかも、嘘、50点ぐらいで、めっちゃいけるわって思ったの。でもそれは中学校の範囲が混じってたから覚えてただけであって、本当に今はもうマジでかぶってすらなくて全然わからんかった。もうなんやねんみたいな。だからやばいと思う、全然取れてないと思います。日本国憲法とかはね中学校の頃ねやってたんで、私もね本当にねわかんないです。
今回のは全然分かんなかった。何言っとるんみたいな。どんだけ自信あるの。うん、自信はないよ。もう古典がやばす、もうやばすぎてどっちかを集中するしかなかったよ、もう私には。そう、ずっと名古屋とか名古屋とどこだっけ、あ、東京とか行ってたのでなかなか勉強できなかった。家庭科は衣服と生活、編み物。なるほど、頑張る、ありがとう、今日も来てくれて。やばくない教科は科学だけだよ。やばいやばい時間。13位のタロイモさんありがとう。12位のフミヤとマークフフさんありがとう。11位のまぼろしさんありがとう。10位のレターさんありがとう。明日も頑張るね。9位のマピアノマッピーさんありがとう。明日もハイト Thank you。 10位のひでくんさんありがとう。7位のケイスティンさんありがとう。俺の雑学は漫画とゲームで学んでます。意外とでも学べるよね。とでも6位の福ちゃんありがとう。テスト頑張って頑張るね。5位のドラゴンさんありがとう。テストファイトよく頑張ってるのは偉いね。やったー、ありがとう。4位のモーカラ侍さんありがとう。3位のありがとうゲームさん、確かにありがとうゲーム。ありがとう。2位のマックさんありがとう。1位の毎日モーカが世界一好き、福フェスの夜道。来ちゃいなよ、ユウ。ユウ待ってるよ。ありがとう。マークンさん、ゲストありがとう。ひんやさん、ありがとう。毎日モーカが世界一好きさん、ありがとう。ありがとう。ゲームさん、ありがとう。まぼろしさん、ありがとう。スケモンさん、ありがとう。ひでくんさん、ありがとう。てるさん、ありがとう。頑張りまーす。次の日もなんかありそうな感じじゃん。頑張りまーす。おやー。はーいって。